はい、質問が来ています。1回の練習でシュートをきちんと教える時間が取れてないのが現状です。はい、そのどのように時間配分したらいいと思いますかという質問です。はい。はい、もちろん我々も人数が多いチームで、狭い体感で練習してますので時間が配分が難しいです。ただそのシュートについてはすごい大事であるので、じゃあ1日に何分も取るのかというと、1日例えば5分でもいいと思います。ね、1ヶ月に1回はシュートに少し20分ぐらい時間を取ろうとか、その辺の我々もやっている、限界というか、その時にゲームをやらさないっていうことはあまりしないようにしているので、例えばフットワーク、ドリブルの練習をこう一往復するときに、次ははい、シュートホームの練習台をカクンビューンネシー、またボール取りに行ってカクンビューンネシーっていうふうに一往復、そのシュートホームのことのポイントに意識を置いて、やるだけでもいいと思いますし、ゴール下のシュートを3本ずつね、レイアップシュート3本ずつね、じゃあフリースロー今日は3本ずつねっていう風にして、その中でじゃあちょっと今日はフリースローだけやって5分間、最後しっかり返すっていうことだけポイントを置いてやろうかとか、何かポイントを一つ絞って5分間ぐらいだけ練習をするとか、でまた次の週はポイントを変えるとか、できてなさそうなことにポイントを絞ったり、できてる子を見本にして、これが上手だね、リストの返しがすごく上手で綺麗だねって、みんなで見てみようかと、じゃあみんなも練習してみようとか、何かこう競争心を煽ったりとか、仲間の中の成功イメージを目標にするような、そういう方法で短い時間でもいいから繰り返しやるということでいいと思います。はい。